飯能市役所インフォメーションをお送りします。国勢調査が実施されます。国勢調査は日本で最も重要な調査です。ご協力をお願いします。国勢調査は5年に一度実施する行政の基礎となる人口・世帯の実態を明らかにする国の最も重要な統計調査です。生活環境の改善や防災計画など私たちの生活に欠かせないさまざまな施策に役立てられます。国勢調査は統計法に基づき日本に住んでいるすべての人・世帯を対象に調査項目に回答する義務が定められています。調査票の記入内容は厳重に保護され、調査員をはじめ国勢調査に従事する者は個人情報を保護するための守秘義務が課せられています。続いて調査書類の配布についてご説明します。国勢調査員が9月中旬から各家庭を訪問し調査書類を配布します。調査の趣旨などの説明は原則としてインターホン越しに行い、調査書類は郵便受け、ドアポストなどに入れます。不在時は直接郵便受け、ドアポストなどに入れます。調査書類はご覧の国勢調査のお願いと記載された封筒で配布します。封筒の中身は飯能市が発行する国勢調査調査票の提出方法について、国勢調査調査票、返信用封筒、総務省発行の調査票の記入の仕方の冊子、インターネット回答利用ガイドが入っています。今回の国勢調査は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、調査書類の配布や受け取りを極力対面しない非接触の方法で行います。紙の調査票での回答を希望される場合は原則郵送での回答となりますので、同封の返信用封筒で回答をお願いします。国勢調査のお願いと記載された封筒の裏面には調査員にも提出できると記載されていますが、調査員が調査票回収に伺うことは原則ありませんので注意してください。回答方法は原則郵送またはインターネットで回答となります。インターネットでの回答を希望される場合は国勢調査オンラインで検索いただくか、ご覧の QR コードからアクセスして回答してください。回答期間はご覧の通りです。調査の対象は令和2年10月1日現在日本国内に住んでいるすべての人及び世帯で、調査事項は男女の別、出生の年月、配偶者の有無、就業状態、就業地または通学地、世帯員の数、世帯の種類、住居の種類、住宅の建て方など16項目です。また国勢調査を装った詐欺や不審な調査に注意してください。国勢調査では金銭を要求することはありません。また金融機関口座の暗証番号やクレジットカード番号を聞くこともありません。国勢調査を装った不審な訪問者や不審な電話、電子メール、ウェブサイトなどに注意してください。調査員はその身分を証明する調査員証を携帯しています。不審に思った際には回答せず庶務課へ連絡してください。国勢調査に関するご不明点は国勢調査コールセンターまたは飯能市役所庶務課へご連絡ください。皆様こんにちは、総務大臣の高市早苗です。今年は5年に一度の国勢調査の年です。日本にお住まいの全ての方が対象です。
調査結果は産学官の活動全般に欠かせない大切な情報となります。日本の今を知り未来を作る国勢調査、みんなの国勢調査、ご回答をよろしくお願い申し上げます。東部ヤンソンあけぼの子どもの森公園であけぼの星空観察会が開催されます。ライトアップした幻想的な東部ヤンソンあけぼの子どもの森公園で星空観察会を開催します。大きな天体望遠鏡で夜空を覗いてみませんか。天候などの条件が揃えば木星や土星、月、アルタイルやアルビレオなども見ることができます。開催日は9月26日土曜日、27日日曜日の2日間で、時間は18時30分から20時です。講師は有限会社スターゲイズの船本重勝氏です。どなたでも参加できますので、ぜひご家族でお越しください。また感染対策のため、あらかじめ観察エリアを区切ってグループごとに入場してもらう方法で観察します。エリアへの入場前には全員の検温と手指の消毒を徹底し、グループごとに観察後に全望遠鏡の接眼部を消毒して対応します。当日はマスクを着用の上お越しください。ご不明点は東部ヤンソンあけぼの子どもの森公園へお問い合わせください。ここからは前回開催の8月のあけぼの星空観察会の様子をご覧ください。狂犬病予防接種についてのお知らせです。飼い犬の狂犬病予防注射は年1回必ず受けることが狂犬病予防法で義務付けられています。接種していない場合は動物病院で接種し、環境緑水課で狂犬病予防注射済表の交付手続きを行ってください。手続きに必要なものは、狂犬病予防注射済表交付手数料、獣医師発行の狂犬病予防注射済表の2点です。未登録の飼い犬の場合、新規登録手数料として別途3000円がかかります。病気などで接種を見合わせている場合、体調回復後に接種を行ってください。狂犬病予防注射済表を交付できる動物病院もあります。ご不明点は環境緑水課へお問い合わせください。イベント中止に関するお知らせです。ご覧の期日に開催を予定していた飯能祭りおよび飯能生活祭西川財フェアについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、来場者、関係者等の安全確保を最優先に考え、中止となりました。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。